の最終回なんで、なんかこう、ありますか、こういうのを続けてやってほしいと思います。まあ、僕としてはあの最後のページ、まあ、これは毎回言ってるんですけど、はい、最後のページは車掌の実力テスト、これはないかな、だからこれをちょっとやっていこうかなというふうに思ってますけど、ね、月1ぐらいでこの車掌塾を受けた人を対象とした、まあ、車掌の実力テスト、まあ、実力テストってこれ受験じゃないんで、まあ、穴埋め程度の話ではあるんですけど、でもそれを設定することによって、やっぱこれ、ね、勉強する機会っていうのができますからね、どうして。人間テストってなると結構やるんで、あんまり悪い点数取れたくねっていう気持ちが出るんですよね。職業訓練の時はかなり怖かったんですけど、僕毎回テストやったんですよ。ミニテストとか言って、あれ効果抜群だったんですよ。別に発表するわけでも何でもないんですけど、俺しか知らないから。でもやっていくんですよ、あれね。不思議と。テストっていうと、っていう手法で、まあ、月1ぐらいでちょっとやっていくことはしようかなと思うんですけどね、うん、まあ、学習のこう継続化をするっていう目的だけですけど、うん、でその後にまあみんな社長塾のメンバーなんで集まって、まあ、飲みにでも行ってみたいな感じの経の勉強、実践の勉強、東京にもいっぱいいるんで、うん、塾生はこの前後藤さんがその、うん、まあ、コミュニティを作ったらいいじゃないですか、ね、はい、って言って、だからまあ今おっしゃられたように、うん、あの一期生、はい、その一期生の人たちとか、ええ、あのまあ、自分も終わったっていうか、うん、全部学んだんで、うん、あのまあ、話ができる、そうですね、共通言語はそうです、そういう話とかできたらいいなって思いました。やっぱりせっかくこれやったんで、一番こうメリットがあるのは、やっぱこれを学んだことによって、あの 実践の経緯にどう生かして、うん、でどういう、こういい成果があったのかなっていうのを、それを共有する、うん、シェアするっていう、うん、本当に有効だと思ってます、ね、まあ、言ってみればどういう会も似たらもそうね、こうシェアをしてるという、どうしたら商売うまくいった、まずくなったみたいな、それを発表すること、みんなでシェアをするっていう、ツアーじゃないですか、9時の、まあ、電車は9時10何分あ、そうですか、9時14分ですかね、そうですか、9時13分秋元さん、今日は、はい、時間は車ですね、車ですね、はい。まあ、最終回だからちょっと、まあ、飯と、あ、はい、飯っていうか、俺食っちゃった感じで、はい、あの秋元さん食ってないでしょ、だから上、今日休みなんですね、今日は休みなんです、火曜日休みだって言ってました、ね、そうそうです、火曜日休み、つま端閉まってるとか、さっきつま端の件もらったんでちょっと、つま端ってまだやってるんですね、つま端やってますよ、結構ずっとやってますよ、あ、二つあるの、あ、ちょっとビール飲みない、